さあ、いろいろと聞こうじゃないか教えてもらおうじゃないか、いろいろとどうなっとんだよ、これほら、怒ってるよ、怖い人。はい、誠に申し訳ございませんでしたどうなっとんだ、これは。番組始まる前もなんか音途切れたりしてたらしいぞ。おっしゃる通りでございます。ふうのでも出ないのはまさにこのことだと思います。滑舌も悪いしちゃんとしてよ。はい、すいませんでした。はい、失礼します。はい、はい、ということで、うん、続いては、はい、久々の新コーナーですね。お、はい、うん、やりますよ、はい、はい、やりましょう。久々の新コーナーです。うん、まるさん、いらっしゃいこうなるだろうよ。いいよ、いいよ、いいよ。こうなるの分かってただろう。よかったよ、よかったよ。分かってただろう。よかったよ。もうということで、このコーナーは不定期ではありますが、はい、ゲストを呼んで、うん、いろんなことを根掘り葉掘り聞いちゃおうというコーナーでございます。うんうん、記念すべき第1回目のゲストは、じゃあヨミさん、はい、呼んであげてください。はい、それではニーヤ出てこいや、はい、はい、どうも、はい、いやー、出づらいですよ。なんでですか。あ、さっきちょっとさせなかったからね。あ、全然全然、なんかトラブルしたみたいな。全然全然、すいません、本当にね、皆さん、ま、お待ちでしたからね。うん、そうです、はい、はい、皆さんもね、はい、朗読ひどかったよ、本当に。来たよ、うん、赤い、ね、赤いレザーのジャケット羽織ってきたよ、はい、ねえ、またやってくれますよ、多分ね。今日もね、うん、宮さん、はい、はい、このコーナーの趣旨とか聞いてますか。あんま聞いてないですか。まあ、なんとなくうっすらな感じ。まあ、そうだね。まあ、いろいろとねほりはほり聞いていくんで、はい、あ、よろしくお願いします、はい、では、早速僕たちからね、はい、いろいろ聞いていきましょう。うん、出ますね、はい、おう、うんうん、宮さん、はい、1981年、うん、そうですよ、6月23日生まれ、ほうほうほう、宮城県、はい、これは角田市出身、はい、角田市です、はい、ナイトメアのベース担当ということでね、はい、なるほど。まあ、こんなね、はい、見てくれてる皆さんとかね、うんうん、ファンの子からしたら、こんなのもう序の口ですよ。まあまあ、みんな知ってるからね。みんな知ってますよね、うん、はい、誕生日出していいのかっていう、生年月日出していいのかってこうみんなが突っ込んでるけど、年齢バレるぞって。いや、別に全然いい、まあ、だってね、本当だし、まあまあまあ、隠すものじゃないよね。そうだね、まあ、はい、じゃあ、ここから質問が出てくるということなんで、ほう、はい、はい、早速言ってもらっていいでしょうか。はい、はい、最近ハマってることは何でしょう。これ出ますよ、多分出る。はい、最近ハマってること、釣り、はい、バスケ。そうです。なるほど、はい、うんうん、釣りは何釣りでしょうか。釣りは海釣りですね。あ、何を狙いに。何を狙う、うん、まあ、いろいろ。一番釣れる魚は。一番この時期はね、サッパかな。サッパ、サッパっていう魚。おお、サッパ、サッパ知ってる。サッパ知りませんね。さっぱり知りません。さっぱり知りませんさっぱり知りません。はいはい、はい、なるほど、そうですね。あとバスケということで。あ、そうです、バスケです。バスケは何ですか、試合的な。いや、そうじゃなくて、まあ一人で公園に行って、うん、ただ遊んでるだけなんだけどね。うん、クールですね。うんうん、まあ健康的ですね、なんかね。なん、俺の風にちょっと絡んでこいよ何、まあ健康的ですねそりゃそうでしょ、そうでしょ、つったし。じゃあ次の質問いきましょう、はい、次の質問は、最近嬉しかったことは何年ですか。嬉しかったことは、うん、あるんですか。お、うん、20センチのハゼを釣った、はい、あ、ね、渋いね。ハゼは何、基本何センチぐらいの。前ちょっとね、2ヶ月ぐらい前まで釣ったのは本当もうこんな5センチ、10センチもないぐらいかな、うん、倍はあるぞという。そう、おととい、おととい、おととい、お、
一昨日行きましたか。一昨日行きました。東京で。はい。そこで釣ったんだ。釣りました。じゃあもうかかった時点でもうちょっとでかそうだなみたいな。うん、そう。感覚があったんだ。なんかハゼじゃない気がした。いやもう一応狙ってたのはハゼなんだけど。ああ。なんかでかいのなんか引っかかった。つまりなんか引きつえなと思って。うんうん。でかいさハゼが。そうっす。それ画像とか撮んなかった。撮んなかったんだよね。撮ってたらね、FC ブログだったりツイッターとかでね、あげるんですけどね。じゃあ次の質問、何でしょうか。人生で一番緊張したことは、はい、何でしょう、うん、あー、なるほど、はい、人生で一番緊張したことは、タイジさんにお会いした時と。そうです、うんうんうん、もう死ぬほど緊張しましたね。これ何歳ぐらいの時ですか。あれいつだっけな、2005年か6年だから7、8年前。7、8年、うん、ガチ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 だったね、うんうん、ガチガチブルブルだったね。それこそあれだ、カッチンコッチンだ。そうカッチンコッチンだった、だった、うんうん、パコパンじゃない、パコパンじゃない、パコパンではないパコパンではなかったカッチンコッチンでしたから、うんうん、なるほどね。いやでもタイさんどんな方でしたか。いやすごい優しい方でしたね、うんうん、やっぱ音楽すごい真面目な方で、うん、緊張するよね。まあ緊張するよね。憧れの人だからね。そうだね、緊張しますね。はい、それでは次の質問は、うん、人生も答え出たな今一瞬気のせいか、気のせいか出たよね今。まあいいか、出たね。人生をやり直せるならいつに戻る。ほうほう、やり直したくもないし戻りたくもねえし。おーイエーまあまあ大体そんな感じ。あいや別に俺人生やり直したいと思わない。あ、それなんかまあそういう感じで心の中でそう思いながら俺アンケート書いた。まあそんな感じだね、多分そんな感じだね、うん、なるほどね、うん、もう今の人生で満足してると、うん、まあいい、ね、満足、まあそれはね満足しない部分もあるけど、うんうんうん、結局やり直したところで自分じゃ、うん、どうせまたバンドやるだろうしさ、うんうんうん、まあね、同じ不満とか抱えるだろうし、そう、多分じゃねえかなと思って、うんうん、こう書きました。一回でいいよと、うん、そう、あら一回でいい、うんうん、いいこと言うね、うんうん、いいこと言うね、うん、もうヨミさんなんかもうね、うん、何回もやりますもん。いや、何回もやる、何回もやるってどうですか。いや、何回もやり直したいのかな。あ、やり直した、いや、全然やり直したくないです、俺も。一回でいいと、一回です、もう一回でいいとか、まあ、もうもういいです。はい、コリコリ、コリコリです、コリコリですか、コリコリです。あ、なるほど。はい、じゃあ次の質問お願いします、うん、棺はナイトメアで一番〇〇、うん、気になるね。何でしょうかね。あ、社交性がある。あ、ありがとうございます、うん、あ、そうかなと思う。あります、ね、あるよね、あるよね、まあまあまあ、いまだにありますか、うん、ありますよ、あるある。本当ですか、うん、あんま最近そのあんまりこうね、交流のそういうところにあまり顔出したりしない、うん、あ、そう。でもメンバーの中で言ったら一番じゃない、まあ、そうだね、うん、ですかね。あ、理由もありますって言ってたんですけど、はい、理由もありますよ。理由もある、ほう、何ですか理由って。お父さんから受け継いだ人柄だからじゃねえかなと、はい、じゃねえかな、はい、あの、はい、ねえの後の伸ばし棒はあれ、にとやの間のやつですね。そう、にやの、あー、ね、おじさんね、本当はね、どちおじさん、ありがとう。名前を出す、名前出すな、あだ名だけどさ、あ、それは、うん、名前を出すなっていうのね。ほら、コメントでロッチおじさんってなって。でもね、ロッチおじさんこれ見せたら喜ぶよ。喜ぶ、喜ぶ、だから、ね、もう出してんだ。多分ね、とか俺も言ってたけど、出してたよね、名前ね。はい、そうですね、ありがとうございます。それでは次の質問、ヨミはナイトメアで一番なんでしょう。なんだろうね、これぶっ飛んでいる、はい、ああ、なるほど、そうですね、ぶっ飛んでますね、ぶっ飛んでますね。まあね、うん、まあ俺ほら背中に翼が生えてるからね、うん、まあ俺の知ってる限りね、バタ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 ッバタバタバタッ、俺の知ってる限り、うん、背中以外に翼が生えてる人知らないというか、背中に翼が生えてるって言ったけど、うんうん、他にも翼って生える場所あるんですか。ないですよ、別に他には。他にはないんですか。ないです、ないです。背中だけですか。別にないです。ないですか。背中ですよ。おお、ね、やっぱガソリン入るとすごいよね。まあね、ガソリンが入りますってやっぱりね、うん、最近じゃあニーヤが見てて、ヨミ、うん、さんのぶっ飛んでるところありましたか。いつだったかな、どっかのライブの打
ち上げかな、うんうんうん、ただその時たまたま質疑いなかったんだよね、うんうん、サーキットと俺とあとゾジーとマネージャーと、うん、あとそのツアースタッフ、うんうん、もうね、うん、ひどかった、ぶっ飛んでた、ぶっ飛んでたも言えないけど、なんかその他にも理由があるみたいなんですけどね、打ち上げ以外にもあらこれあじゃあ理由なかったんでいいんじゃないですか、そう言えないことが多いとねそうね、これはもうそうです、すごいたくさんの人の前で言ってはいけないことになってしまうんですよね。別にあれですよ、俺がフォローするのもあれですけど、うん、その犯罪ではないですからね、そうそうそう、決して、うん、悪いことでは、法を犯すことではないけども、うんうん、やっぱ一人の人間のねプライバシーを守るために、そうだね、俺の、はい、あ、なるほど、そうそうそう、あ、なるほどね、お前、ありがとうはい、はい、そして次は質問なんでしょうか、杉との思い出、うん、はい、仙台の秋湯に川遊びにね、はい、行ったね、昔よく行ったじゃん、行ったね、まだ18区の頃頃ね、うん、行きましたね、ほんと飛び込んで ね高いところから、ね、未だにね、この年になってますこう行きたいよね、行きたい、行きたい、行きたいね、行きたいよね、行きたい行きたい、もう今、行ったっつった、行きたい、行きたいよね、ね、そうそうそう、あそこは行きたいな、また、うんうん、今度もしさ、その川飛び込むとかじゃなくてもさ、うん、ちょっと時間あるときに、あ、ちょっとね、こうその時一緒行こうよ、だから、でも俺泳げないんだよ、飛び込むとかじゃなくてじゃなくて、あ、じゃなくてだったらいいよ、全然その川遊びしなくて川遊び、あ、いいよ、うん、はい、行きましょう、うん、はい、そしてまだあるのかな、まだあると、おう、ヨミさんとの思い出、そうですね、これ、うんうん、はい、何でしょうか、何でしょう、ソジーの地元にある有名な心霊スポットに行ったこと、うん、これはどういうことですか、覚えてる、あれ覚えてる覚えてる、あれも多分10、うん、あれも、うん、でもうちら20歳ぐらい、うん、ぐらいかな、仙台にいた頃だから、で、なんかそのいわゆるみんなで行ったんですよ、結構、はいはいはい、で、まあじゃんけんしようっつって、うん、みんなでじゃんけんして、まあニーヤが多分負けたのね、うんうん、で、そのいわゆるこう心霊スポットを一回ぐるっとこう回って戻ってこようみたいな、うん、はい、一人で、一人で、はあ、うん、めっちゃあれめちゃくちゃ怖い、ね、うん、すっげえ怖い、戻ってきましたよ、ちゃんと、あ、そうなんだ、はい、長いの距離はどれぐらい、まあ、そんな20メートルぐらい、20メートル、いや、そんな短くはないかな、どんぐらいですか、どんぐらいなんだろうね、でとりあえずめちゃくちゃ怖かった、怖いんだ、うん、心霊スポットもね、まあその楽しむのはいいですけど、ちょっとほら、そうだね、事故とか、うん、まあね、何かトラブルとかにね、あ、まあ、あのそういうとこ行かない、行かない、行くもんじゃないね、危ないですから、うん、危ないから、ね、もちろんお化けも怖いですけどね、そう、はい、うん、ということで、今日はニエさんのことをね、根掘り葉掘り聞いてきましたが、うん、これで皆さんもニエさんのことが完全網羅でき完全網羅できたのかな、できたかな、完全網羅するにはさっきのノーコメントも言わないとダメいやね、ちょっと言えないからさ、ニア、はい、うん、さんのね、いろんなところをね、そうそうそう、うん、見えたんじゃないかなと思います、うん、以上、まるまるさんいらっしゃいでした、はい、あれもうやんないからやんないもんやっていこうよ頭だけやっていこうじゃん、最初のあれだけ、あれも俺分かったもん、あのこのモニターのみんなのコメントを通して引いてったのは、うんうん、大丈夫、攻めよ、俺こういらっしゃいとかやりながら一瞬見たのよ、うんうんうん、画面をね、うんうん、一瞬コメントなかったの大丈夫、みんなリアクションに困ったのかな、うんうん、だからさ、うん、ーって引いたんだろうね、大丈夫、もうやんないって一瞬で思ったよね、うん、はい、いけるかということで、この後引き続きニーヤさんには出演してもらおうかなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか、はい、よろしい、あ、じゃあよろしくお願いします、はいはい、さあここでメールを紹介していきます、はい、今夜のテーマは携帯電話の常識非常識です、うん、ヨミさん、はい、じゃあニヤさんにそれも、はい、ニヤさんで、はい、ヨミさんはジェスチャーで、はい、マルカバスカとかで、はい、はい、了解です、じゃあはい、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 これはこれは俺が読むんですよね、どうぞどうぞ、はい、神奈川県のニャオさんからいただきました、月に、3回もアドレスを変える、これは非常識ですかってことです、理由が載ってないんですか、理由載ってないです、載ってない、月に3回アドレスを変える、はい、常識、常識、はい、うん、ナイトミアが反